ごめん、また見ちゃった。か、それは良かったです。家の事情でやりたいことをやれないという状況は、俺も。それってあんたが寺に来た理由にもつながってる？まだ着替え中で。あのさ、まだ消えないんだよね。バーカ、そのおでこでチャラにしてやる。だから彼氏じゃないって。こいつはただの